っかり一回そこ付近まで、そこ取っちゃうと根がかかるんで、そこ付近まで沈めることが重要ですね。で満潮時はそれがすごい難しいので、初心者の人はぜひ干潮前後からスタートしてください。浅いから根がかかりそうに思えるんだけど、まあ、最初はね、フロントフックとかのね、下向きの針とかをトレブルフックのうちの1本下向いてる針とか潰したりして、それだけでね、根がかる可能性が5割ぐらい減るんで、それでこう浅いうちに根がからずにカキ背とかの上をどう引くか、これも今毎頭毎頭カキ背には触りながらコン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 引いてきてるんですけど、まあ、それでもね、こう上手に根がからないで引くことができます。だからそういう経験もね積めるん で満潮時に来ると結局ボトム取らないと釣れないの で沈めるためにもっとゆっくり巻く必要があるんですね。でその方が根がかります。ルアーの動きも上下になっちゃうんで、干潮時は浅いんで外しやすいし、浅い分早く巻いてるので、早く巻かないと根がかかっちゃいますけど、早く巻いてるからルアーが触っててもですね、回避していくんですね。カキ背に挟まっちゃうようなとか、ゴロタ、この足元のこのゴロタ石に挟まっちゃうようなアクシデントがない限りは大抵根がかんないでボトム、カキ背をね、こづいてきます。でその状態でいきなり噛みついてくるんで、チヌなんかシーバスもね、このパターンで食いますね。昔はこれがシーバスと濁いのパターンだったんですけど、あれし、いつしか、あ、これもチヌだな、いつしかチヌばっかりになっちゃいますけどね。おい、おい、おい、お、これうまいね。もう今日1じゃないですか、45ぐらいかな。楽しいですね。マットチャート、イブラン E、 すげえ感度いいからなくす気がしません。バイバイ。こんばんは。横浜フィッシングショーでお手紙を受け取っていただきありがとうございます。質問です。自分はまだ釣り初心者で、ポイント選びや地形を意識することが苦手です。村岡さん、ポイント選びはどのようにしていますか？また根がかりしてしまうポイントではどのようにして根がかりを回避していますか？いつも村岡さんの動画を見てすごいなと感心するばかりです。まず手紙ありがとうございました。まあ、いや、見せなくてもいいけど、5通いただきましたね。やっぱり女性から、5人からいただいて、もうなんか本当に愛のこもったお手紙で、とても感動といいますか、嬉しいなと思った次第です。で、ポイント選びはどのようにして、ポイント選びはどのように、どのように。一番最初はやっぱ Google マップで見るんですね。で、岸際が石なのか岩なのか砂なのか泥なのかってとこを見ます。で、投げた先、ルアーが届くような50メーター先が深そうなのか浅そうなのかっていうとこで、でやっぱ、もうあまりにも浅そうな、もう全部映ってるようなとこでは、には入んないですよね、そもそもね。で、深そうなとこで、であとは地形的に、川の流れとか、ね、磯でも、なんとなくこう、深いっていうのは深い理由があるので、まあ、流れが出やすいところなんですよね。だからそういったとこで、どう組むかなっていう感じで行って、あとは現場に入るんですけど、まあ、テレビロケとか、YouTube の動画の時は、時間があれば、干潮時、もう再干潮時のタイミングですね。一回見て、で、すごい大事なのは、干潮時からの上げ潮。で、大体干潮時刻から1時間半ぐらいすると、ちょっと潮位が上がったタイミングから、まあ、要は流れが出てくるんですけど、そこで流れるルートが一番深いんですよ。基本的に。で、その流れるルートに魚が回遊するのをイメージして、今度満潮時からの下げを打つっていうような組み立て方をしていくんですね。だから流すときの探査する位置も、あくまで干潮の上げ潮が走ってるラインを流してるイメージで流すと、結果は出しやすいかと思います。シーバスジャニエなんかはほとんどそういう組み立て方をして、まあ、干潮時の見てるシーンっていうのはほとんど映らないので、結構初日、二日目、
まあ、車が一緒なんで、釣りビジョンさんの運転手さんに、ここ止めてっつって見に行って、分かったっつって、次あそこ止めてとか言って、で、結構橋のたもとで降ろしてもらって、橋の渡ったところで待っててもらって、橋を歩道からずっと見ながら、川のラインを見て、流れの走るラインを探すんですよね。それでポイントを決めてます。ポイントとか、かけ方を決めるっていうのかな。流すイメージを決めてますね。で、根がかりしてしまうポイントは、どのように返し、いや、もうこれは根に触らないのが一番なので、まあ、やっぱり上から行くっていうのと、いきなり根がかるっていうのもたまにあるけれども、基本的には、バイブレーションとかを巻いてる釣りなら、基本危ねって感じになると思うんで、そこで水深把握したら、次からとても気をつけながら触っていくって感じですかね。で、さっきの動画、ちょっと前にも言ったんですけど、自分もいつもナレージのダブルフックにした、下向きのフックがないナレージを持ってるので、それで地形を探していくっていう。で、根がかりしてしまうとこだから、根がかりしないとこはなかなか釣れないんですよ、総じて。で、根がかりしてしまうとこが釣れるので、まあ、その根の地形を把握することがすごい大事だから、根がかりしづらいルアーでちゃんとまず把握するってことですね。はい。これでやってます。頑張ってください。魚がいる場所といない場所はどのように見分けているのでしょうか。まず一目、見た目の雰囲気で決めますね。まず、フィールドついて、バッと水面から空、山、地形見て、で特に水面の、まあ、ベイトの気配になりそうな潮目だったり、水色だったり、まあ、ベイトそのもののね、ザーつきが見れないかなとか、そんな感じで、まずは見ます。はい。で、まあ見ただけでわかるケースは半分もないので投げていくんですけど、なんだろうな。まあ自分なりの組み立て、その秋のね、とか冬のね、組み立てでやってみて、で、反応があれば当然いるわけだから、手この手でやっていくんですけど、結構最初強め、弱めの、まあいろんな、自分はこう、波動って言っていいのか、まあ何とも表現難しいんですけど、いわゆる水圧ですね。圧の強いルアーと、まあ引き抵抗の強いルアーと弱いルアー。それからスピードの強弱、レンジの上下ですかね。それからルアーの大きさの大小。その辺をひょろひょろひょろっとチェックして、反応なければいないと見切って次のポイントに行っちゃう。次のポイントに見込みがあれば行くし、っていう感じで判断してますね。で、まあ、結構オカルトですけど、スズキ釣りに関してかな、ブラックバスも、そんなこと言ってた人いるんですけど、匂いがするんですよ、水の。で、多分ね、スズキの匂いじゃないんだけど、要はフィッシュイーターが集まってたり、ベイトが集まってるところの水の匂いが多分そもそもプランクトンが湧いてて、ベイトフィッシュがたくさん集まってて、で、そこにスズキがいる潮なんで、まあ、その多分植物プランクトンかなんかの匂いなんじゃないかと思うんだけど。で、スズキっぽい匂いに匂うんで、結構ね、スズキ釣りの上手い人は、スズキの匂いがするってポイントついた瞬間思いますよね。ただそれは風が弱い、穏やかな日ですね。風ビュービューの日は全然匂わないので、はい、そんな感じで見分けてますね。